おばかつ C さんです。今回は嬉しいお知らせから。おばかつ動画の視聴者さんであり、同じクリエイターとして YouTube で活動されているトンボさんが iHerb デビューしました。とっても嬉しいです。ぜひ皆さんも遊びに行ってみてください。こういう嬉しいお知らせ増えるといいな。さて今回は髪と爪対策しながらお肌を磨き上げる商品紹介していきたいと思います。 C さんの選ぶ若返る商品ぜひ参考にしてね。オキシジェンホワイトナー、塩素不使用、アンモニア不使用、こちら色柄にも使えて人や環境にも優しい漂白剤になっています。高性能な全ての洗濯機に使用できるそうですね。明るくて元気なイメージの黄色、可愛いですね。この上ね、一応チャックがついてるんですけど、開けたら閉まりづらかったです。かなりカチカチな感じでした。中は白いパウダー状の粉がサラサラっと入っています。結構ね、鼻にツンってきてむせるような感じがあるので気をつけてください。この計量スプーンを2杯お湯に入れて、衣類を30分から1時間浸すとあります。つけ置きっていうのを洗濯した後に気づいたので、洗濯した感じは普通だなって思ってたんですよね。次はちゃんとつけ置きしてどのような感じか見ていきたいと思います。有機レモンのエッセンシャルオイルが添加されてるらしいんですが、その辺の香り薄かったのかよくわからなかったです。でも成分がシンプルで環境に優しいっていうのは気に入っています。あとデザインも。エピソムソルト、ユーカリ、グルテンフリー、非遺伝子組み換え、アレルゲン不使用、こちら贅沢で高品質、ハイグレードなエピソムソルトクリスタルになっています。このシンプルなデザインの容器はプラスチック製になっています。エピソムソルトは発汗を促し、体臭を軽減させてくれて、荒れたお肌を柔らかくしてくれます。中はこのようにちょっと粗めの塩がつぶつぶになったって感じですね。このエピソムソルトが結構気に入っていて、前はラベンダーを買ったので今回は初ユーカリを買いました。ラベンダーやクラリセージ、ティートゥリーなどその日の気分によってエッセンシャルオイルを追加して楽しんでいます。夜ね、結構体が温まってポカポカってするので好きですね。オリジナルフェイスウォッシュ、ベジタリアン、動物実験行っていません。こちらアロエベラ、カメリナオイル、緑茶が含まれている男性用の洗顔フォームになっています。このスタイリッシュなデザインとネーミングからして男性っていう感じしますね。これね、色気づいてきた息子用に購入しました。中学校の時は全然何も気にしなかったのに、高校生だったらいきなりね、いろいろ気にしだして、この急な変化に驚いております開けてみるとこのように奥には透明の液体が入っていますね。ちょっとジェルっぽい、あの髪を固めるジェルってあるじゃないですか。あれを柔らかくしたような感じですね。匂いはアロマ調の天然で優しいような香りがします。泡立ちがね、あんまり良くないっていうレビューがあったんですよ。なのでちょっと確かめてみました。100均に売られている泡立てネットを水にちょっとつけてゴシゴシと泡立てていきます。洗顔フォームを垂らしてゴシゴシってしていくと、確かにね、すぐにはモコモコにならないけど、ゴシゴシしてたらちゃんと泡立ってきました。空気感が含んだようなふわっとした泡になってますね。私からするとこれぐらい泡立てばいいかなって思いますが、ただ息子がちゃんと泡立てるかなって感じですね。流した後は突っ張り感が少なくしっとりとした感じでした。気になるのはちょっと洗浄力が強めの成分が入っているので、もし皮膚トラブルとかあったらもう少しマイルドなものを探そうかなと思います。ズームミスト、アロマセラピー、ルーム&ボディミスト、サンダルウッドシトラス。こちら純度 100% のエッセンシャルオイルで作られたアルコールフリーのルームスプレーになっています。このアジアンチックなデザインいいですね。蓋を開けてスプレーしてみると、このように結
構柔らかめのミストになっていますね。香りもふわふわっとオリエンタルな感じの香りが広がってきます。なんかね、アジアンな雑貨店などで漂ってくるような香りになっています。使うとき初めはちょっと分離していますので、このように振ってあげるといいみたいです。なんだかお線香にも似たようなスパイス感のあるウッディーな香りに、ドラスがやんわりと香ってくる感じです。結構独特な香りしています。アジアン雑貨の香りが好きっていう方は気に入るんじゃないかなと思いました。メンズストックスカルプトニック調整人参ビオチン、パラベン不使用、フタル酸塩不使用、ビーガン、動物実験行っていません。こちら頭皮にしっかりと栄養を与え、健やかに保ち、清潔で健康な生き生きとした頭皮へと導く爽快なスカルプトニックになっています。しっかりとした髪の張りとコシを感じたい方におすすめみたいですね。メンズってありましたが、成分にオーガニックなものが結構使われていたので、女性でも使えるんではないかなと思います。ただ成分にアルコールが結構使われているので、アルコールに弱い方は控えた方がいいかなと思いました。キャップを開けて手のひらにプッシュしてみると、柔らかめの霧状の液体になって出てきますね。香りははじめ鮮やかな感じなんですけど、ちょっと経つともったりしたハーブのような、そんな感じに変化します。すぐに消えるような香りなので気にはなりません。こちらは最近髪のケアなどをするようになった夫のために購入してみました。でもね、本当に成分が優秀なんですよ。なので夫が使ってみてよければ、私も使いたいなと思います。メンズストックシャンプー調整人参ビオチン、ベジタリアン、動物実験行っていません。こちら 100% 天然の原料で作られた調整人参ビオチン入りのメンズトニックシャンプーになっています。髪に清潔感とツヤを与え、スタイリングをしやすくし、ボリュームのある毎日へと導きます。やっぱり男性用っていうこともあって、見た目もシックでダークな感じになっています。緑の蓋を外すと、このように内蓋がしっかりされているので、こちらを引っ張るとパカッとすぐに開きますね。中身はわかりますでしょうか。ちょっと濁ったような薄い茶色になっています。手のひらに流してみるとよくわかりますね。ちょっとトロトロってしていて、爽やかなミント調の香りが漂っています。髪の毛に勢いと張りが出てきました。抜け毛が減った、すっきりして気持ちいいなど、レビューもなかなか良さそうでした。こちらも夫用に購入しております。何か変化がありましたらお伝えしますね。プロフェッショナルビタミン E オイル USDA 認定オーガニックグルテンフリー、動物実験行っていません。こちら USDA 認定オーガニックの7つのオイルが組み合わさった強力で高濃度なビタミン E オイルになっています。ビタミン E オイルは抗酸化物質が豊富で、お肌の水分補給を助け、乾燥やかゆみから肌を落ち着かせてくれます。また、目の周りにビタミン E オイルを塗ってあげると、目の下のクマが明るくなって、老化現象の軽減にもなります。蓋を開けてみると、このようにスポイト式になってますね。見てください。この濃い感じのオイルの色味、7つのオイルが混ざっていて、本当に高濃度っていう感じします。この濃厚なオイル、スキンケアだけでも素晴らしいんですが、実は実はヘアケアとしても優秀なんです。ビタミン E は血行を促進してくれる働きがあるので、髪や頭皮、頭痛にも良いとされています。酸化ストレスのダメージ修復も助けてくれるので、正常な機能が回復し、髪の全体的な成長も促進されます。もう調べれば調べるほどわんさかと出てくる嬉しいこと。垂らしてみるとトロトロっと流れていきますね。初めはこのようにテカテカってしています。しばらくするとこんな感じで馴染んでますね。保湿力が高めだなって思いました。他にもね、ビタミン E オイルってあったんですけど、それがかなり固めで
他のオイルと混ぜて使ってますっていう意見が多かったので、だったら初めからブレンドされていて伸びがよく使いやすいものということで見つけたのがこちらのオイルでした。理想通り素晴らしいオイルでした。香りもねフローラルな感じでとてもいいですし、夜ケアした後次の日までもちもちってした感じが続くのがとても気に入っています。この間紹介したスキンケアの一番最後に使っています。髪や肌全身使いにおすすめ。オーガニックフラワーフォーミングジェル、ビューティーアイエイジ認証、ビーガン、動物実験行っていません。こちら天然由来成分のみでできていて、そのうち 70.5% がオーガニック成分、水は一切使われてない贅沢な洗顔ジェルになっています。この箱のインクがソイインクって書いてるので、本当に徹底的に環境に配慮しているっていう感じです。この内側のピンク可愛いですね。この箱の開け方がね、どうしたらいいのかちょっとね分かんなくて、まあ、適当に開けてますが、これで合ってるのかな。このブランドがね結構オーガニックの成分使われてるので安心して使えるんですよね。出してみるとこのようにシンプルだけどちょっと柄のある静かな感じのデザインになってます。花畑しっかり内蓋されてるので、こちらを剥がして使います。中は透明のジェルっていう感じですね。なんか混じり気がないような純粋なジェルですよね。とりあえずこのジェルを手の甲に塗ってみようかなと思います。洗顔方法も泡立てずに濡れた顔にくるくるとのせていって、マッサージするように広げていくみたいです。手の甲が濡れてない状態なので分かりづらいですが、くるーってするときめ細かい泡になってくるので、そうなったらパックのように2分間顔の上にのせてあげて、その後にぬるま湯で流してあげてください。香りがね柑橘が甘くなって飴になったような甘い感じの香りでとても好きです。フラワー柑橘な感じ癒されます。それだけではなく洗顔後しっとりさっぱり潤いと透明感のある肌に仕上げてくれます。洗うたびになんか優しい気持ちになる不思議な洗顔ジェルです。ぜひ使ってみてくださいね。汚れ落ちとしては無添加やオーガニックの化粧品なら落としてくれます。オーガニックハイドロゲルビューティーマスクとフルーツ、ビューティーアイエイジ認証、ビーガン、動物実験行っていません。こちら天然由来成分のみでできていて、そのうちのなんと 95.6% がオーガニック成分、とっても濃密なビューティーマスクになっています。今回はこの2種類試し買いしてみました。左がビューティーマスクで、右がビューティーマスクフルーツになっています。このように見えますよね。液体がたっぷり入っています。このね、濃密な液体の中には美容成分の塊と言われている発酵エキスがたっぷりと入っています。この発酵エキスはお肌の常在菌のバランスを整え、善玉菌を増やしてくれるんです。こちらのブランドファミサは結構発酵エキスが使われています。オーガニック成分を惜しみなくたっぷり使ってる上に発酵エキスまで入っていて、ファミサは控えめに見えてただものではないですね。いかがでしたか？今回は合計11点紹介してきました。今回の動画が参考になったよって思いましたら、グッドボタン、コメントで教えてください。また手肌環境に優しく結果の出る商品紹介していきますので、チャンネル登録して更新をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。